はい、こんばんはじゃないね、こんにちはですね、お会いでございます。朝昼晩兼用でご飯を作りたいと思います。今日はね、こちらなんですね。先日買ったね、黒胡椒ガーリックチャーハンの素、ニンニクチャーハンの素、これ両方とも永谷園さんがこう出してるわけなんですけども、お値段がね、まあちょっと割引になってるんですけど、こちらは138円のものなんです。でこちらは108円のものなので、どっちが美味しいか、またはどっちが好みかなと思ってね、この食べ比べをやりたいと思います。あえてね、味をちょっと分かるように具材を入れないで、ご飯とこの素だけでね、チャーハンの素だけで作ってみたいと思います。その他にね、これだけだとちょっとね寂しいので、私の好きなね、味の素さんの豚のあふれる肉汁に XO ジャンとネギ油が香る雑種米、これをね、これとこちらも先日買ったんですけど、クノールさんのね、韓国チゲスープ、こちらね338円するものが安くて200円だったんですね。5食入りのやつなんですけど、これでねいただきたいと思います。それでは早速作ってきます。はい、ってことで完成しました。こちらね、ニンニクチャーハン、これがこちらになります。ちょっとなんかね、具が入ってるね、チャーシュー的なものだとかネギだとかニンニクチップ的なのも入ってるのがちょっとしっかり見ようね。ガーリックパウダー、オニオンパウダー、唐辛子、ローストガーリック、味付け豚肉、で、あと乾燥ネギ、そういうものが入ってますね。でこちらがね、黒胡椒ガーリックチャーハンってことでして、まあ、こんな感じですね。もうちょっと卵は入れてないんでね、本当だから卵とご飯だけでできるってことなんだね。こちらもね、ガーリックパウダー、醤油加工品、オニオンパウダー、乾燥ネギにローストガーリック、胡椒、こちらに関しては味付け豚肉は入ってないんですね。なので安いのかもしれません。粗挽き胡椒が入ってるのでね、黒い粒粒が見れると思います。両方ともね、ニンニクチャーハン、ガーリックチャーハンということで、作ってる時はね、ニンニクの香りするんですけど、こっちの方がやはり強いかな、匂いがね、ニンニクチャーハンの方がで、黒胡椒ガーリックの方はやっぱりご飯で絡める時にね、黒胡椒の香りがすごい強かったです。で、韓国チゲスープなんですけど、ちょっとね、お味噌汁茶碗であれなんですけど、こちらで作りました。ちょっといただきていきたいと思います。先に行っちゃダメかな。大丈夫か、そこまで繊細な舌じゃないもんな。いただきます。あ、美味しい。しっかり辛みもあって美味しいわ。白米ぶっこんでも美味しいだろうね、これなら。で、あとはね、こちらザ・シューマイ、これをチンしているので、これ肉汁かな。これもうね、このままでもうまいのよ、正直。ちょっとこういう感じになっちゃってますけど、お許しください。それではいただきます。もうどっち食べても一緒かな。ニンニクチャーハンの糸いただきます。やっぱりニンニクの香りが強いね。いただきます。いや、美味しい。ご飯はね、茶碗2杯、 250g ってことで、しっかり測ってはいないんですけどね。おいしい。すごいね、こんなにおいしいんだね。チゲスープ美味しいわ、クノールの。そしたら黒胡椒ガーリックチャーハン、やっぱり黒胡椒の香りが強いね。
もちろんニンニク変わるんだけど、香るんだけど、すごいスパイシー。で、唐辛子も入ってるからか、辛みが強いかな。うん、スパイシーでピリ辛の感じする。あ、これ美味しいわ。うん、これもう卵だけじゃなくてチャーハンとかかまぼことか好きな人は玉ねぎなんか入れても美味しいかもしれない。うん、全然辛い、こっちの方が。これ美味しいわ。うん、雑誌うまい。暑いかな。うん、うまー。これはね、具が大きいの。お肉にしろ、タケノコにしろ、椎茸、すごい肉感のあるね、シューマイ。ほんと美味しい。もうこれ一回食べてからだいぶ経つんですけど、美味しい美味しいとは聞いてて、ただ値段がやっぱり400円ぐらいするんでね、定価だともっと高いのかな。なかなか手が出なかったんですけど一回食べた時にね、やばかった。うん、これ美味しいわ。ただ両方ともやっぱりね、ニンニクが強いんで、お弁当とかはダメかな。美味しいわ。今日はこれでね、これが定価として言った方がいいか。まあ、338円でしょ。5630、6636、一食60円ぐらいかな。60円、これが3食入りで138円だから、50円だとして100円、60円、100円。これが80円ぐらいかな。で、160円、240円。で、これが300円ぐらいだから、540円。550、560円ってところか。そう考えるとかなりお得だと思います。卵入れても、1個10円ずつだとして、まあ、600円もあれば、このセット食べれます。
うん、味がいいわ。このままで十分。こっちはでもね、やっぱスパイシーなんで、ちっちゃいお子さんにはちょっと辛いかな。作って思ったのが慣れてないからか、粉末をねご飯に絡めるのがちょっとね、うまいこと散らばらない感があるんで、ややね水で溶かしてやった方が馴染みはいいかなと思いました。今食べててもたまに濃いところ出てくるんで、まあでもこれが男の味かなっていう感じかな。このチゲスープはね、何が入ってるのかな、キムチの、コチュジャン、タラ、白菜エキスか、で、しいたけ、しいたけ、大豆もやし、ほうれん草、もやしなんかも入ってるんだ、あと卵と、このわかめみたいな、ほうれん草か。このスープでも美味しい。ご飯入れてもいいって言ったんですけど、ラーメンとか入れてもいいわ。時間がないからちょっと食べちゃいますね。はい、ということでね、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。今日こちらニンニクチャーハンの素とね、永谷園さんの黒胡椒ガーリックチャーハンの素、これの食べ比べをしました。両方ともね美味しかったんですけども、こちらニンニクチャーハンの方はやはりしっかりねニンニクの味がしましたね。なので、よりニンニクを楽しみたければこちらがいいと思います。一方、こちらのガリックチャーハンね、しっかりニンニクの味もするんですけど、黒胡椒と、唐辛子でね、結構スパイシーになってますんで、また別のパンチが欲しいとき、ダブルパンチって感じかな。欲しいときはこっちもいいかななんて思います。まあ、これに関してはね、ご飯だけじゃなくて、焼きうどんとかね、焼きそばなんかも良さそうですね。と思いました。で、韓国チゲ。こちらもね、結構美味しかったです。値段がそこそこ高いんで、まあ、ちょっと、あれなんですけども、まあ、ラーメン入れたら美味しいと思います。で、ザ・シューマイもね、間違いない美味しさでした。ということでね、ご視聴ありがとうございました。おいしい食卓やシャワーを運んでいただいてありがとうございます。それではまた。ごきげんよう。